え、どうも、みつみついと申します。光の粉、持たせたポケモンに対する技の命中率が 0.9 倍になるアイテムです。期待値こそ低いですが、無限の勝ち筋をいつでも作れるという意味では強いアイテムです。今回はこれを使ってズル勝ちをしようとしたら、とんでもない目にあったという動画です。それでは何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけでヤシバさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、そうね、オーロンゲがいますんでね、まあ壁は張られてしまうんじゃないかなっていうところで、サーフ号結構いけるんじゃないかなと思うんですよね。今回の私のサーフ号ね、光の粉というね、わけのわかんないアイテム持っておりますんで、まあ、それでね、ちょっと一発いけるんじゃないかなってことで、マリルリサーフ号ラウドボーンでいきたいと思います。さてさて、この方は男性なんでしょうか、女性なんでしょうかね、えどっちかね、わからないのがね、ポケモン SV の魅力の一つでございますけども、はい、完全なる出し負けという感じでございまして、完全なる出し負けなんですけど、これ耐久振ってなかったらワンチャンアクアジェットでぶっ飛ばせるみたいなお話ない？もしかしてハチマキマリルリのアクジェで、いけ、ぶっ飛ばせ、うわ、ちょっと足らん。でトリック、はい、何ですか、何これ、メガネでしょ、どうせスカーフか。まあ、スカーフならまあまだね、まだマシよ。はい、引っ込めていきまして、モロバレルはそうね、まあ普通にサーフ号でどうにかしたいなっていうところですけど、はい、サーフ号ちゃんといきまして、身代わり、まあこれはもうこれでいいとして、多分イカサマでもね無理だと思うんですよね、サーフ号突破すんの。基本的には無理だと思うんだよね。無理でしょ、これはさすがに厳しいなと思って諦めるんじゃないかなって思うんだけどね。どうします、やるならまあやるけど、ただあれだろうね、こう次のどこだろうな、回復のここでこう自己再生は挟みたいんですよね、僕としては自己再生は挟みたいんですけど、このタイミングでロトムに変えられるとまたこう気まずいクルクルが発生するので、ここは攻撃せざるを得ないのかな。ここはまあ普通に突破させてくれると。でここでロトムが出てくるわけですよね。ここで光の粘土がね、光の粘土じゃないわ、ここで光の粉が発動してくれればね、一番話が早いんだけどな、どうだろうな。裏次第によってまだサーフ号いるっちゃいるからな。いや、ここサーフ号切りでいいわ。あ、そうですか、いろいろ深読みした結果、突っ張りが正解だったというお話。そしてね、光の粉はね、発動しないっすね。光の粉は、これ発動しないやつだわ。そして、ボーマンだ。これはね、ゴールドラッシュ打ててれば一番良かったですけど、効くね。これは効きますね。これはもうマリルリの悪事で両方縛れたんじゃないかな。これ勝ちでしょ。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね。まあ、光の粉は意味がないという。これはもうね、光の粉でかわすしかないんですね。かわせないんですね。はい、というわけで、チャンさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、サンダースがおりますね。私のパーティーね、意外と電気に弱かったりもする部分もあるんで、そうね、意外と困るっちゃ困るポケモンですよね。どうしよっかな。サザンドラサーフ号猫でいきますかね。もうサザンドラ初手テラスタルまでありますね、これはもう。もう初手でドラゴンに対面したらありますよと言おうとしたけど、これはまあ、特にね、テラスタル切ることはないですけどね。初手サンダースはなんだろう、電磁波とかしてきたり、壁とか張ったりするような不届き者だったりしますかね。アクアザの通りは基本的にはいいので、はい、身代わりか、そうですか、身代わり張ってあくび打つみたいな、そういう結構嫌なサンダースですかね。
まあ、とりあえず身代わり、まあ様子見かな、身代わりは。まあアクハレンダーでいきましょうか。これ何テラスフェアリーみたいなお話。サンダースもテラスフェアリーいるんですか。これテラス氷、テラス氷だったら耐えるんじゃないの。その身代わりってことはメガネ持ちじゃないだろうし、さすがにそれはこっちも直機を持っておりますんでね、いくらなんでも。一発ぐらいは耐えるよね。もう全然耐える耐えますぜ。え、当たらない。 What？ 光の粉、光の粉でズルをやろうと思ったら相手に光の粉を使われてしまいましたとさマジか。でもサザンドラはまだちょっと使わなきゃいけないような気もするので、ちょっとサーフゴーでいきますわ。こっちもズルをね、ここはまあいいのよ、ここはまあさすがに全然だと思うんで、次でちょっとズルの一つでもかまさないときついな。あら、身代わりか、そりゃそうか。引っ込めて雪、ヌメルゴンと。ヌメルゴンはまあそれ大文字打ちに来ましたっていう感じだと思うんですが、さすがに D がめちゃくちゃ高いんで、これはちょっち無理なお話と。まあここね、相手ね、全然ドラゴン技打てる対面ですからね、打ってきてもおかしくないと思いますが、まあ、めちゃくちゃ長考してたんでね、ドラゴン技打ってくるかなっていう予感はしますよね。あの長考はね、ドラゴン技打つよね、これは。そら打つよね。でもちょっと、これはもうね、ここ、まあ、居座れないしな。まあ、ここでじゃれつく打つのはね、もうバレバレですけど、もう打つしかないんで。引っ込めますか。まだ引き先が。ドラパルト。タスキ持ちかな？もしくはなんだ？ちょっとしっかり当ててね。もうダメだ。ダメだ。もうダメだ、これ。もう終わりだよ、こんなの。マジか。あれだ、光の粉は使ってはいけない。自分の運が悪くなります。っていうと、でも相手も光の粉サンダースに持たせたわけだから、あれ、相手はなんで運がいいんだろう。あれ、僕なんか呪われてる